何いいぞそれ。クバラグです。絶対五十嵐さんと2人のつもりでいたから。ここで生まれたんですか？え、ここで生まれたんですか？生まれたのはここじゃないと思う。俺どこで生まれたかよくわかんないんだ。東京かもしれないし、山形も。聞いたことない。実家はここなんです。義理の名人は大何地区。これは、絶対ね、それは B っていうのがあるんですけど、これが B か。B、はい。で、A か。はい。一応、順番にはなってるんですけど。A は何番から、1番でしょ。1番から、はい。これ、A のところにこれ、これ、3番。ね。はい。いいじゃない？これで。どこっていうのね。そうそう。はい。力重視ということだよね。ここって入れてもらって、はい、で次が C、 50から46から、僕も市議会議員になっていいですか？これが E です。これ E、 ありますね。はい、いい、これすみません。いい。あります。13、はい。18あります。しんどい。もうやめていいですか、社長。取材拒否。すごいな。いや、もう本当にここに来まして、安心、半分安心しました、本当に。あ、すいません。この地元に住んで40年っていうふうに聞きまして、やっぱりね、そういうの大事ですよ、やっぱり。あ、とうとう、今さっき13番もついてなかったんですけど、来ましたね。ということは残りは23番の NHK から国民を守る党の五十嵐さんのみとなりました。23分の22ということで、まあ、熾烈な戦いが待ってるんですが、そこはもうこれからですね。僕たちみんなで力を合わせて、なんとかね、22番目の椅子に、滑り込めるようにと思っております。まあ、この晴天ですからね、1週間ちょっと天気が良ければ、一人でも多くの人に、この天道の人にですね、まあ、もう将棋の歩と一緒ですよ。一歩進んでいくんですよ、この1週間。そして来週の日曜日にはおそらくいい結果が出るんじゃないでしょうか。ぜひ僕たちと一緒に遠藤詩織 NHK をぶっ壊す。今5分ぐらいの方、ちょっともしよかったら今駐車券持ってないよっていう方いたら声かけてください。12時47分にこちらの、まあ、モンテリオ山形をですね、みんなで支えようっていうこの横断幕があるパルテさんの方でですね、駐車券、駐車場に車を入れられた方、駐車券が届いております。こちらの方で預かっておりますので、もし該当する方いらっしゃらなかったら、交番があるんですかね、届けさせてもらいますんで、あ、いいですかね、はい、ここに駐車券ありますんで、12時47分に駐車された方です。一応、そうです。バッカーの方いいですかね。え、タッカーもありますよ。タッカー持ってきてるんですけど、これでね、これ左が外してないですか。左が外してピンってやって、はい、離したからこういう感じで、で、先にそれを1枚取って、それでHey.
NHK をぶっ壊す。周辺にステーションがない駅は選択できません。ないわ。ありません。はい、あれ24と23の間に。一人だけ横終わったら、いやいや、最後までおるで、最後というか、いやいや、もう最終、え、19時くらいまで、19時くらいの電車乗ろうかな。19時くらい、ここ、天童の19時ってどうなんですか。いや、俺でもポスト張り行くで、はいはい、ね、ただ車がない、車が、車、あの選挙カーと、あの、五十嵐さんの車を使って大丈夫ですか。でも、あの、僕はあの、また一緒に乗っていただいて、また分別、はい、払わない人は払わなくていいかな。どうするんだ、どうするんだ。え、じゃあポスターで終わったらここですか。6時ぐらいに集合して、うん、6時やと間に合わへんちゃう。7時でいいと思うよ。7時で、はい。だからそのないね、電車が7時。分かりました。